ティーズギターとね、リョーガを、島村楽器八王子店さんに来てるので、弾いてみたいとね、思います。持ち心地は俺結構好きなんですよ、これ。いい感じ。ちょうどいいサイズってなんか初めてかな。サイズがいくらとか言いますけど、ちょうどいいサイズみたいな。結構レガートもしやすいし、24フレのこのスイープもできますから。バンドのね、バンドの女子の方とかもね、バンド女子24フレでスイープ痛いです。男子でもやらねえみたいな。これ09派っていうのがあるんですかね。09多分09さんっぽい。ミュートした時のね、響きがすげえいい感じ。なんかでしょうね、こうバランスよくというか、綺麗にね、なんかね、いい粒立ちが出てくれるから。こういうエフェクトありましたよね。あります。マルチエフェクターに入ってるやつ ね、なんかフィルターみたいな。
は。カップじゃないけど音がいいっすね。そうっすね。結構ね、このクリーンのね、なんつうでしょう、あのちょっとダブリングしてるような感じの、あ、歪みのパワー感めちゃくちゃいいっすね、このザ・ティーズって言ったらあれですけど ね、すげえいい感じです。ゴーンって出る。イーサーを買って練習して自分の音を追求するみたいな。弾いてみました。まあこんな感じでこれからもね、僕はもうね死ぬまでギターを弾き続けますから。なんでこの回でこんな重いことを言うねんだよ。これどうなっていったんですか。このあの島村さんの発祥地点に来てわざわざそこで言わなくてもいい気はするんですけど、一応今日は宣言したいと思いました、ね、いや今日すみません、ありがとうございました。今後も頑張っていきますんでお願いします。